アレクシオス5世イ、トゥーカス・ムルツフロスは、東ローマ帝国、アンゲロス王朝の第四代皇帝。ムルツフロスとは、彼の密接した濃い眉毛に由来するあだ名である。トゥーカス世を名乗っているがその出自は不明。アンゲロス家と直接の血縁関係もなく、同家の第二代皇帝、アレクシオス三世の娘、エウドキアと結婚した娘婿である。 アレクシオス3世が追放されると、イサキオス2世とアレクシオス4世が共同皇帝として即位したが、その福井にあたって、第4回十字軍に協力を求めた際に出した条件が過酷な剣の金であったため、国民や貴族は両帝を見捨て、1204年1月に、まずニコラオスカナボスなる青年を皇帝候補に擁立した。ムルツフロスは、 こうした状況を陰で操っていたのであるが、それに気づかなかった、アレクシオス4世は彼を十字軍への支援要請の、死者に立てる失敗を犯した。ムルツフロスは自ら定位に上ることを決意し、同月末にアレクシオス5世として即位した。彼は、翌2月には、カナボス、アレクシオス4世を殺害して、権力を掌握した。即位後は、第四回十字軍に対する、 剣道金を破棄するなどして国民の指示を得たが、これに起こった第四回十字軍によって首都コンスタンティノポリスを攻撃され首都防衛に失敗して逃亡した。しかし十字軍の追悼を受けて捕獲され首都のテオドシウス記念塔の頂上から突き落とされて殺されて,されてしまった。行為はコンスタンティノスラスカリスによって継承されたが、すでに首都は十字軍の攻撃によって 陥落寸前であり、もはや防げるものではなかった。コンスタンティノポリスは陥落し、東ローマ帝国は一時的に滅亡を迎えた。ありがとうございます。